2018年ピョンチャンオリンピックの開会式は、ピョンチャンオリンピックスタジアムで2018年2月9日午後8時から約2時間挙行された。韓国では1988年ソウルオリンピック以来30年ぶりに開催される五輪は開会式、閉会式用に建設された。ピョンチャンオリンピックスタジアムは約3万5000人が収容され、開会式は、総監督は、 ソンスンファン、総合演出は、両正を、音楽監督は、両国彦が務めた。同オリンピックスタジアムは五輪にちなんで五角形であり、中央のフィールドは円形である。客席には、LED ライトの照明が取り付けられており、客席全体は巨大な液晶画面になるように、設計されていた。会、閉会式のキーワードは、平和と未来で、開会,会式では、平和をテーマとし、 平和という答えを探し求める5人の子供の冒険を描く。平和の鐘のモチーフになった乗員時の盆昇カウントダウンに先立って、ウェルカムトゥ・ピョンちゃんという名前の映像で始まる。はじめに、インチョン国際空港に向かう、航空機の客席、そして国際空港のショートフィルムが流される。ショートフィルムの中の搭乗客の持つ雑誌の表紙や、マグカップや紙袋の柄。 空港の壁面広告が歴代の冬のオリンピック開催地のロゴマークになっており、それにより歴代開催地の紹介になっている。そこから韓国各地の景色が紹介され、最後にピョンチャンオリンピックスタジアムの眺望で終わる。ショートフィルムの後、実際の会場の中央には盆章が置かれていた。韓国語によるカウントダウンが10秒前から行われ、客席を利用した。 巨大液晶画面には韓国語の数の発音が表示された。8時の帝国になると同じピョンチャン郡にある上院寺の盆晶の音が鳴らされた。5人の少年少女が登場し、彼らが洞窟を探検すると、そこは古代の寮母であり、天文図のある天井と詩人の壁画が出現した。高栗の寮母の壁画をモチーフにした天文図と詩人が登場した。子供たちが、 壁画に触れると白虎が、ホログラムに変わって飛び出して、子供たちと一緒にどこかへ出てくる。スタジアムの白虎の人形が一度大きく覆う白虎の黒のストライプが5本で広がり、水墨画の技法で白桃体感が形成される。白虎を先頭に、子供たちに続いて、清流、素削、玄武の大きな張り子が登場する。その後をついて鎌切り、鹿、イノシシ、蝶。 カラス、サルなどの動物たちも登場し、それらは数人によって操作されるものであった。そして、コークリ神話による人面鳥のような不死鳥を中心にフェニックスやダンクンを生んだクマ女が登場した。そして、天球儀のプロジェクションマッピングがステージを包んでいった。円形の会場中央に円状にふさつきわらの帽子と白の民族衣装を着た女性たちが多数。 並び大鼓を演奏した。それに合わせエビ茶のチマと白のチョゴリを着た、多数の女性たちが大鼓を叩きながら、周りで踊っていく。周囲に八つのエンジンを組んだり、八芒星を描いたり、しながら最後は横一列になり、そして、中央のエンジンが、韓国の国旗にある赤と青の対極のライトアップ、されていった。国旗慶応と国家演奏の軍楽隊の紛争。国旗慶応は、 画面左の黒いググンプクの紛争の議場兵が、国家演奏は、後方の黄色のググンプクの紛争の軍楽隊が、それぞれ行った。ムンジェイン大統領とトーマスバッハ IOC 会長が、ボックス席に姿を現し、その後韓国の国旗が8人の白の韓服を着て、現色で髪の飾りのついたボッコンあるいはチョバウィのような、帽子をかぶった往年の韓国のオリンピック選手と、 元プロゴルファーボクセリによって運ばれた。黄色の戦衣に合間とい体を締め、器物を履き、左右に生地の羽飾り配して、樹頭のような海泳を垂らした黄色のチュリップをかぶった李氏、朝鮮時代の衛兵の紛争をした軍楽隊による伝統的な楽器を使用した音楽が演奏される中、国旗は会場をぐるりと回ると、李氏朝鮮の武漢の服装である赤色のトンタリに、 黒の戦服を着て、合間とい体たいを締めた衣装と木の靴とスズメ毛の飾りと、樹珠のような、海泳を下げた黒の戦火さからなる、ググン服の紛争をした韓国軍の儀上兵6人に、渡され彼らが旗竿に国旗を形容した。国旗掲揚時の国歌の演奏は引き続き、伝統楽器で行われた。歌唱は、地元の子供たちによって行われた。 そばの花畑大韓民国の四季を示すタイムラプス映像で始まり、春夏秋冬の朝鮮半島の風景を描いた後に、そばの花畑を最後に映す。半服に傘をかぶった老人が、アリランを歌うと、円形のフィールドには、そば畑が映し出された。そして、真ん中から、再び民衆の中に、喜びと悲しみの叫びが溶けて、明るいホタルに変わり、空中に上がり、 スタジアム全面に光の筋が繰り広げていく。グラウンドの真ん中には観光の奇跡を成し遂げた都市の姿が周囲を成し、繰り広げられる。これ、市南と高齢五両の大韓民国の歴史の中でも、下記しなかった韓国民の姿を象徴したいと述べた。蕎麦畑の海を五人の子供たちがイカダで移動すると、子供たちは降ってきた雪のつららで氷へ、夢へを描いて、 絵の中に明るく輝く四角い未来の扉が表示され5人それぞれが大人になった時の姿が現れた。ある者は医師に、ある者はロボット工学の学者、ある者は建築家、ある者は書芸の芸術家、ある者はミュージシャンになる将来の姿である。それと共に近未来に都市の映像が映し出される。フィールドには長方形の窓のようなものが登場し、 それは未来を映す窓であった。事実と人が共存する四次産業革命を成し遂げた、遠い未来の光家門広場の風景が過ぎ去り、ソウルロ7017の未来扉に贅沢が住んでいる、家の将来のドアの中には、再び川の上の子供に示された、将来のドアにつながる。百二十個の未来の扉が、舞台の上に一列になって、壁を成し遂げた中で白い月の光が、 古ヌンで未来は自然に近づいてくるという意味である。韓国のわらべ歌、トゥコバトゥコバが流れ、ダンサーが現代舞踊を踊り始めていった。一方で、現代人の生活を象徴した観光参加をアレンジした曲が流れ始めた。方形の窓のような枠に車輪をつけて、可動式したものが多数登場して、それによるマスゲームが繰り広げられた。フィールドには、 プロジェクションマッピングで、コミュニケーションと接続の世界というサブタイトルで、幾何学的な模様が映し出され、世界のすべての言語が、中央に集まっているように打ち上げられた。オリンピック機が白のチョバウィと、パステルカラーの感服を着用した、競技指導者と未来の選手らによって運ばれ、会場をぐるりと回り、議場兵に渡される。議場兵は旗ざおに、これを形容した。 李氏朝鮮時代の王公の衣装のような絢爛な衣装を着たソプラノ歌手の高清志がオリンピック参加を歌唱。その間、聖火台の前にあるスロープにはプロジェクションマッピングによって五輪の五色の帯が上昇する映像が映し出されていた。五人の子供がキャンドルサービスを行い、ろうそく灯を持った人々によってフィールドに二羽の鳩が向かい合う姿が描かれ、 それは一輪の鳩になっていった。その間、映像での世界中の人々の伴奏と一緒に、歌手のチョイ,イング・オン、ボール・ブリガン・イオンのアン・ジオン、ロックバンド、ガク・ケイソンのハ、ヒョヌ、歌手のユン・ミが一節ずつ分けて、ジョン・レノンのイマジンが歌唱演奏された。歌った後に、子供たちが放った鳩風船が空に飛んでいき、客席からも鳩風船が飛んでいった。風船は、 ピョンチャンオリンピックスタジアムを越えてアルペンシアクロスカントリーセンターに集まった。フィールドからホタルのような発光する小さなドローン1218台が飛翔を始めやがておびただしい数のドローンの群は会場外のゲレンデに向かうとそこで変態を変えながらスノーボードをする人など姿を立体的に表す。それ合わせてゲレンデででは多数のスキーヤーが滑走し最後に彼らは 五輪マークの形に並んだ。すると、上空にはドローン群による五輪マークが付与していた。このドローンは後日のシステム障害の影響で当日、実施できなかったため、あらかじめ録画したものを放映された。ドローンはインテルによるものである。今大会から選手、審判、コーチが個別に行われていたオリンピック先生を、 IOC 総会の決定に基づき包括的に行うことになった。オリンピック期形容後には、無都市と金無職審判、幕儀コー地が五輪先生を行い、無が宣言をすべて読んだ。アメリカ合衆国選手団の入場の様子、座席に LED ライトをつけた巨大画面に正常機が表示されている。朝鮮統一期選手の入場は、 オリンピック発祥国ギリシャ選手団を先頭に、朝鮮後のハングルのジボカナダラ順で更新し、最後に韓国選手団と北朝鮮選手団の合同選手団がアリランのロックアレンジを BGM に入場した。イスラエル選手団はイランとの敵対関係を考慮し、もともとの順序であるイラン選手団の次ではなく、イタリア選手団の次に入場した。マケドニア共和国選手団は、 ギリシャとのマケドニア名称論争を考慮して、マケドニア、旧ユーゴスラビア共和国という名で、フランス選手団の次に入場した。マケドニア共和国選手団の順序は、マケドニア、旧ユーゴスラビア共和国の映画白文字である、ファイラムから取った。入場曲に関しては、序盤が、パンソリアの音楽、雅楽といった、朝鮮の伝統音楽、中盤から後半にかけてが、 K-POP メドレーで、サイの、コーナンスタイルに K-POP メドレーが始まり、日本の入場前後は、TWICE の、ライキー、さらにビッグバンの、ファンタスティックベビー、防弾少年団の DNA、レッドベルベットの、レッドフレーバーが順に流れた。開会宣言を行う、ムンジェイン大統領ムンジェイン大統領は、第23回冬季オリンピック大会である、 ぴょんちゃん東京オリンピック大会の開会を宣言します。と述べ、開会宣言を行った。聖火が点火される。聖火大聖火台は、朝鮮白磁をモチーフにしたもので、高さは25メートル。白磁が筒棒を5つの指が支える様子で、井のデザイン代表のキム・ヨンセがデザイン。先制後ぴょんちゃん五輪聖火リレーのハイライトシーンと、公式聖火リレー主題歌、レッドエブリワン・サンシャインが流れた。 リレー映像後に聖火トーチを持った冬季オリンピックショートトラック四冠王の全理卿がスタジアムに現れオリンピックゴルフ金メダリストの僕ひとしひに渡され2002年フィファワールドカップ大韓民国代表の安定感がスロープの前でアイスホッケー女子の朝鮮統一チームのバックジュン・アやジョンスヨンの両者にトーチを渡すと聖火台への光の道が現れ 両者は一緒に聖火台へのスロープ上の階段を上がった。聖火台の下のアイスリンクには二人と同時に舞台袖から最終聖火ランナーのキム・ヨナが登場して二人から聖火をもらい、アイスリンクを滑走して氷に火をつけるとアイスリンクの中から鉄製の40個の火の輪が縦に伸びて聖火台に届けた。聖火点火後は鬼火と呼ばれる。 韓国人の祭りをテーマにした公演が、万産死脱を BGM に b ボーイダンスグループ、ジャストジョルクがトッケビの応援と尺へ奏で奮して、聖火台のすぐ下から始まった。舞台中央には、大きな物体の沿ってが分かった。その間を通る、トッケビ役のジャストジョルクは、ジューイブル遊びをしたり、テコンドーも振り付けに入れたダンスも踊りながら楽しむ、姿を演出した。以降フィナーレは、 花火で終わった。ポンチョ、膝掛け毛布、温熱座布団、ニット帽、手用回路、足元回路の防寒6点セットを配布予定で、移動の動線上では温かい飲み物を提供するフードトラックも運営する予定である。なお、入場を待つ選手にはヒーター付きのテントが用意されていた。ムンジェイン、金正恩大統領夫妻、マイク・ペンス、 カレンペンスアメリカ合衆国副大統領夫妻、画面右、金永南北朝鮮最高人民会議、常任委員会委員長、金与えただしし、金正恩朝鮮民主主義人民共和国最高、指導者の実媒国家元首、首脳クラス、政府、国際機関要人は、以下の通りである。その他、日本の公職者 NHK 総合テレビジョンと、NHK ラジオ第一放送で、 生中継。また、開会式翌朝8時から10時にかけては、テレビ朝日で、録画放送。肯定的であった。1980年、レイクプラシットオリンピック金メダリストのロビン・カズンズスが、すべての公演が細かくて洗練された。精神なくもない非常に素晴らしかった。本当に楽しかったと称賛し、ロイター通信は、 生き生きと華やかな人氷の開幕式であったと伝えた。イギリスの BBC は、キムヨナのオリンピックの聖火点火シーンを非常に素晴らしい開会行事の仕上げと表現した。また、韓国と北朝鮮の選手の共同立場をハイライトとして紹介した。イギリスのガーディアン氏も、やはり南北の選手たちが、韓半投機のもと共同の立場というニュースをトップニュースで伝えた。 中国の CCTV はこの日の開幕式3時間前から、ぴョンチャンオリンピック特集放送を放映して、記者を現場接続した。また、日本の NHK も、開会式制中継の後、韓国と北朝鮮の選手2人が一緒に、韓半島旗を持って入場しよう、競技場に大きな歓声が上がりましたとし、選手団は民謡アリランが流れ出るのような服を着て、 更新しましたと伝えた。一方で、開幕式に参加した、金正恩労働党初期の妹、金与えただし氏にも注目された。アメリカの CNN は、マイク・ペンス米国副大統領と金正恩北朝鮮労働党初期の妹金与えただしがゲストに含まれたし、南北の選手が、韓半島期のもとで入場したとし、劇的なオリンピックが始まったと伝えた。 フランスのルモンド氏は、ムンジェイン大統領と、金与え正氏が、開会式で挨拶を交わしたというニュースを報道し、AP 通信は、怒りと疑い、流血に割れた、韓半島で、東京オリンピックが開会したと、予期せぬ、統合の様子で南北が平和の炎の下に並んで、座っていたと評した。開会式直前に組織委員会内部の、インターネットや Wi-Fi のシステムがダウンし、 開会式に使用する予定だったドローンが飛ばせないなど進行にも影響した。これらについてサイバー攻撃による影響として調査が進められていたがアメリカ合衆国司法省とイギリス政府は2020年10月にロシア連邦軍参謀本部情報総局によるものであると発表した。ありがとうございます。